たランドがリベンジ大成功。毎年ラウンド1の岡山は特に低温だったりすることもあって、そこの低温 での作動に苦戦することが多かったので、今年はシーズンオフのテストもそういったところの対策をかなり取り組んできました。でその結果もあって、この間の前回の、岡山での公式テストではまずまずの結果が得られたところもありましたので、それをベースに、まあ、今回の温度域に調整したものを持ってきております。かなり狙い通りにいったあのゴムと構造がうまくマッチした結果かなと思ってまして、そこはかなり我々も収穫だなと思ってます。24号車に関しては、まあ、予選で発揮した性能、まあ、あの決勝でもそれなりに維持できたと思ってますし、まあ、結果としてはちょっと残念なところがありましたけれども、チームさんとミーティングしている中でも、まあ、例年に比べてかなり前進しているというところで、かなり前向きに受け止めています。この結果を、まあ、次の以降も生かせていけるかなというふうに思ってます。で19号車に関してはちょっとやはり車に合ったタイヤをまだお出しできてないっていうところが正直ちょっとあって、そこの部分ではより車に向けた調整っていうものをこの先も進めていく必要があるかなというふうに思ってます。横浜